ルトさんの隣。今日は、風が10メーター、波は 1.8 っていう、あんたたちバカじゃないのみたいな条件を知りつつ相談した結果、行きましょうと行きましょうと。で、まあ、ならないんだけどね、普通はね。いや、まあそうですね、やめた方がいいよねみたいな感じなんですけど、まあ一箇所だけできそうなとこがあったんで。やれますね。はい、風裏ってとこですね。で、さっきこの前の動画でレッドさんがしっかり釣っているところはもう爆風と。多分降りた瞬間無理だ。そうですね、ルア戻ってくるぐらいの、で波は 3,4 枚あったんで多分無理だということで、今こっちに来て、待機しているということで、はい、ぼちぼち準備してワンチャン狙い。メインは山岡屋でいいですね。そうです、すごい遠回りをした山岡屋、はい、早く出過ぎた昼ご飯何ご飯かわかんない夜中のうちに出た昼ご飯を食べに来たという、うんうん、その前ちょっとレクレーションしてっていうぐらい見ながらね、はい、で強がってますけどワンチャン釣りたいっていうとこですよね。まあこのね、やっぱりマイナス要素がいっぱいある。いや、そうですね、そうマイナス要素があると釣れるっていうジンクス、はい、まあ、竿前回折れてる、折れてる、タックルボックス忘れてる、タックルボックス今日全然忘れてる、波風ひどい、ワンチャンここしかないっていう、こういう時こそね。そうですね。で明日レッドさんとコウスケは超条件がいい中朝出るって言ってたんで、うちの二軍がねそうですね、うちの二軍のやつらがね、はい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 、こうトップチームはねこういう条件でも、そうです、そうです、出すんです、そうですよ二軍出るから来られそうだそうですね。まあ僕らだけ行けなくて明日彼らが行くと悔しいんでね。そうですね、今日なんとか今日出したい、そう、そう出したいということでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はいソルトさんの隣。1時間半ぐらい降ったんですけど濁りがひどめで、ちょっと波も高くなってきて、どうですかどうですか、何もありませんか。濁りが嫌ですね。まあ一応範囲内ではあるよね、ギリギリ。まあ魚見えるっちゃ見えますけどね、魚というかルアーは結構濁ってるぞ。このルアー使うのが怖いです。え、失うのが怖いです。それ何ですか。これでしょって言ってたの。あ、アゼムオリジナルカラー、はい、それに色黒の豚さんフック。人間です。これは今一番流行ってるやつですね、我々の中で。なんですけど、はい、怖いっす、この場所は。いや、帰り買って帰ればいいんじゃないですかここだってブッシュが 1,2そっちも3ですもん。ここ通すしかないですもん。投げれそうで投げれないですか。投げれない。投げれるけど、すぐ早まって変えないと。ああ。あずましくないですね。なんだかね。じゃあ、あそこ高台、ちょっと打ってみていいっすよ。僕、休憩するんで。休憩するんですか。はい。高台、ここをちょっと揺れるっすか。そうなんですよ。あの高台楽ですよ。波当たんないんで。これ持ってきますよ。え？あずましくない、あずましくない。うわー、え？そいつは片口ですね。うん、ウルメじゃないですね。これ今日かな。でもそこにもいますよ。わりかしフレッシュだよね。
そこにもいますよね。そっちは古いけど。あるな。まああるなって思ってやらないともうやれないですからね。そこの上です。とりあえずここにかけとくんで。こうやっとくとですね、流されないんですよ。なんかにハマってれば。って言いながら、ちょっと休憩。じゃあ、しますね。で釣り人はですね、さっき2人いたのが帰っちゃいましたね。まあ、こんな中やっております。危険ではない、まだ。でも濁っている。そうなんですよ。T さんが振ってるのはアゼムオリジナルカラーのアスリート SS4 14SS に、色黒の豚さんのフック、あれはケイムラですかね。ケイムラの蛍光紫、光当たるとちょっと紫になる、弱してると。じゃあいよいよメインのラーメンに向かおうと。体を冷やしラーメンをこう高めるために。サウナじゃないんだよ。整いに行こうと。先に冷やして。まあこの状況でも跳ねたりとかすればまだこう希望が見えるんですけど。濁りプラス風プラスですからね。湿気とか雨はすも何にもないもん。そうっすね。でもあのオートクッカーのためになんか魚欲しかったんですよ。取ったか。え？なんかやっとった。まだ取ってないです。今修行中です。でも本当に料理の知識がないんで、この前はイカのもうそろそろヤリイカ始まるからささみ買って、でその下に僕鶏のもも肉欲しかったんですけど、胸肉なの知らないで、もう塊だからもも肉だろうって勝手に思って買ってったら、切った時になんか様子が違うぞと。結構違うけど。なんだこの繊維質はみたいになって、切って後にあれと思って、もも肉もっとプリプリしてるなと思って、なんかささみみたいな繊維質がズババズババって切って、でもう一回ゴミ漁ってパッて見たら胸肉って書いてあって、違うじゃんみたいな。それぐらいないんですよ、知識が。本当にないんじゃん。もう亭主関白の人みたいな感じなんですよ。本当に分かんなくて。亭主関白ではない。いやではないんですけど、単純に一人暮らししたことない、料理もほぼしないなんで分かんないんですよね。そもそも大さじ1杯の意味も知らなかったです。えそれは人によって使ってるさじ違いますよねって思ってたんですよ。だからこの人んち、あーしょっぱいとか、ね、大きいスプーンとかちっちゃいスプーンでしょっぱいとかあんだと思って、って言ったら大さじっていうある中小さじ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 あるんだっていうのを知って買ったんですよ、うん、そしたら今度なんとか 60g って出てきたんですよ。はいはい、はぁと思って、今まで大さじ小さじで言ってたのに急に 60g って言い始めたんですよ、うん、測れないじゃないですか、うん、計量器がないんで。で大さじは何 g なのかを調べたら、だいたい12から15って書いてあったんですよ、うん、
でも 3g も違うんですよ。これによってね、この 3g って1回で12から15なら誤差かもしれないですけど、3回やって45なのか、うん、もう1杯分ぐらい変わるから、ね、そうそうそう、なんじゃこりゃみたいになって計量器を買いました。あのデジタル計量器を。もう今律儀にやってるんですよ。なるほど。生姜の生生姜の刻みって言われたらちゃんと生生姜買って、刻んで入れてるんですよ。それがめんどくさいんであるチューブって。そうですよね。で、かみさんに、なんかこの繊維のもの何なのって言われて、いや、生生姜をこういう風に切れって書いてあったから入れたんだよねって言ったっけ、半笑いですよね。わざわざそこまでこだわってはいないよこっちはみたいな。でもこっちとしてはちゃんとやった方がいいじゃないですか。いや、でもそっちの方が美味しいですから、ね、ああ、で今修行してるんですよ。でも作るのはオートクッカーがやるんですよ。オートクッカーがやります。で、携帯でレシピ送信して、何人前って送信してピッてスタートってやったら、何十分後かにできたよって携帯で教えてくれるんですよ。すげえ、すごいです。それやりたいですね。それで何かがあれ、魚があればね。そうです。あの、タイのなんかこう煮物みたいな煮付けとか、まあ、タイじゃなくてもいいじゃんみたいな。カレーならカレーでも、カレー僕ら取らないから、まあヒラメでやるとかわかんないけど、違うことになりそうだ。そうなんです。今修行中で、なのでイワシのなんちゃらとかもあるんで、レシピに。でもこの感じだとイワシもそこに落ちてるの拾っていくぐらいしかないじゃないですか。でもちょっとあれはちょっと食えない。日数わかんないですからね。で、結局そのオートクッカーが楽で、僕は修行してるので、うん、時短になると思ったんですけど、うん、結局かみさんが何もやんなくて今、うん、僕ばっかりやってるんで、うん、僕の時間増えてるんですよ。全然時短してないんですよ。あ、僕のターンが多すぎて。すげえ僕忙しくなってるんです。真面目にやってるな。真面目に。そうっす。いや、魚と思ったけど今日は無理と。厳しいっすね。はい、じゃあメインディッシュを食べに行ってコルソにでも寄ってみてみて。そうっすね。ノッティさんのサブ機なのかメイン機なのか、それ買ったらどっちになるんですか。何ですか。メイン機なんですか。いや、メインメインです。メインメイン。二刀流気分で。超かっこいい。今日はこれ、今日こっちか。うわ、買わないっすよ。いやいや、まあまあまあ、見に行くだけなんです。じゃあひとまずお疲れ様でしたということで、まあ、釣りはできました。釣りはできましたね。はい、ありがとうございました。釣れないんで、釣れなかったんで、コルソ赤フダイチ、あ、こっちですよ。ああ、何見てるんですか先生。何見てるんですか、それ何ですか。何ですか。ノーザンライツ、これですか。先っぽ持ってあげますよ。川端さんは何ぼですか。110M。あの人が言ってた。ストイック D さん。あらら、それはいいんじゃないかと。え、待ってください、いくらするんですか。ちょっともう確かに。ナノジョイント。軽いんですね。軽い。
深いですね。深々と入ってこれが分かんないですけど、そうなんですね。書いてる。アピア10から50グラム、P は 0.6 から 1.5 です。在庫ありとなんですね。これはいろいろあるんですね。じゃあ世間の生、いきなり全国違うんですか。ブルークローム全然違うんです。全然違う。こっちが1万で関わってきてる。106ML 110M。 ロックアウは106しか、110がない。ブラックアロー修理だし106。さらに1万円高い。なんかサペちゃんのオーバーゼア、本気でやるならこうネッサエクスチューンじゃないですか。 MH じゃちょっと MH プラス、テレレレテレレレテテテレレレテレレレテレレレテテレレレ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 テレレテレ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 これです。お疲れ様でした。いただきます。ソルトさんの隣。